おはようございます。4月7日本日の経済の出来事を5つピックアップしてお伝えしていきます。本日4月7日は1952年手塚治虫の漫画作品鉄腕アトムが月刊誌少年で連載開始した日です。1968年神戸高速鉄道東西線南北線が開業。阪急電鉄、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道が東西線へ乗り入れを通じて、相互直通運転を開始した日です。1978年東急新多摩川線、現在は田園都市線の一部、渋谷から二子玉川が開業した日です。1986年 TBS ラジオのワイド番組大沢優里の悠々ワイドが放送開始。2016年4月8日の放送終了まで30年続く長寿番組となる。4月7日2003年宝塚ファミリーランドが閉園した日ということで、今日も4月7日、いろんな経済の出来事があったんですけれども、そんな中でですね、もう一つピックアップしていきたいと思います。今日はですね、1986年4月7日から2016年4月8日まで TBS ラジオで放送されていた生バラエティ番組である大沢優里の悠々ワイドが放送開始した日ということでお伝えしていきます。2016年の4月の番組改編で30年続いた平日のワイド番組の歴史に幕を下ろしたが、2016年4月9日からは後継番組として毎週土曜日に大沢優里の悠々ワイド土曜日版がスタートしたということで、これはね、この間関西でも浜村淳さん、 MBS ラジオの浜村淳です、ありがとう浜村淳です、これもね同じく、土曜日版だけ残って、平日の帯番組が終わったと。あっちは50年ですから、まあ、こっちも30年、すごい、ね、ラジオって長くできるのでいいなと思うんですね。はい、それとですね、2011年4月7日に放送開始25周年を数え、 TBS ラジオで放送された生ワイド番組では長寿、最長寿番組でした。聴取率も高く、番組開始当時は日本放送玉置浩の笑顔でこんにちはと熾烈な、聴取率を争いを繰り広げていた。1996年に玉置が笑顔でこんにちはを降板してからは、聴取者が悠々ワイドに移動する現象が起き、本番組8時半から11時までの第1部は関東の AM、FM 局の全番組の中でたびたび1位となった。コンセプトは人情、愛情、皆情報。本番組の宣伝用のロゴと大沢の似顔絵は、似顔絵イラストレーターの山藤昌司が手掛けたということで、いや私もそういえば似顔絵とか見させてもらったりですね、最近ではね、ラジコプレミアムなんかもありますから、いろんなその地方のねラジオが聞きますし、地域ラジオもね私も聞かせてもらっています。そういう意味でですね、やっぱりなんかこう今 YouTube で放送してますけれども、ラジオって大事だなんかじゃないかなといつも思っております。はい、今日もね、4月7日、1986年 TBS ラジオの番組大沢優里の悠々ワイドが放送開始した日ということで、お伝えしていきます。本日もね一日、一生懸命頑張っていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。